皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村井です。しげしげです。この端末、今16日目か17日目ぐらいだったかな。はい。はい。5月の2日からスタートしたんで、うん、初めて新降臨が来るのかな。はい、おお。ちょっと運営サイト見ましょう。はい。こちらです。はい。エルメ降臨。エルメ。私はドです。ド。はい。私はド。どうですか。私はど。おう。その心は。リーダースキルが良さそう。おお。確かにいいですね。普通に使えるリーダースキルなんですよね。いいと思いましたね。はい。はい、で、あ、もうあと数秒で18時。お。ゲーム画面いきます。今回私が挑もうと思っているパーティーはこちら。ほお。こっちですね。ナルカクルがハンター、ハンター、はい、バインド回復にシンデレラが 100% バインドを弾くんで、こっち、うん、ドラゴンないけど、やっぱね、初見はちょっとバインド対策しっかりしていきたいですもんね。したい。はい。で、あとゴブリンプラス、うん、あー18時はい来た。参ります。あ、ドラゴン強化なの。そうですよ。今した。参ります。はい。絶地獄級いきます。はい。挑戦できるのは1回だけ。1回だけ。誰あいつ。ちょっとチェックしますか。フレンジェ。フレンジェコンボ吸収ですね、いきなり。まあそこは、まあそこはね、関係なし。ユワ君のパズルでさっきイメドレした私としては。いきます。はい。行きますって言ってからが長いのも私。はい。行かないのかい。ちょっと待って、待って、待って、行きます。はい。おお、生きた。危ない。生きた。危ない。もう終わったかと思った。ちょっと待って。怖い。危ない。怖いよ。最悪。ハート1コンボ、はい、火1コンボ。下からいきましょう。はい。右下の闇から、はい。1、2、上の闇1コンボ、3コンボ、お邪魔で4コンボ。多分いける、はい、はず。参ります。お願いします。よし、6、 OK。 バードランドパー。え、嘘。嘘。え、危な。あれ、なんであの子だけ 50% ついてんの。あれ、見てなかった。え、キジン切り発動。あ、ミックスチェンジ。皆さん、しげしげはパズドラ究極攻略 TV で動画を撮りに行きます。はい、しげしげ頑張って。はい、ありがとうございます。ミックスカモン。ミックスが来る前に終わんなくてよかった。危ない危ない。今何バトルですか。バトル1。おお。え、先生。あ、ダメージを食らったんですね。うん、食らった食らった。で、キジン切り使った。もう怖すぎて。あれ、結構ピンピンチ。割合ダメージとかではない。違う。ギリ耐えれた。うん、ラッキー。いきます。5コンボでいい。一旦コンボつけてる。おお、コンボ。よかったー。さあ、いや強い。これあれか。いや強いって。ドラゴン強化のダンジョンなんで、ちょっと敵強めになってるんですね。ちょっとじゃないって。いや、まあ、耐えれるぐらいよ。なんで大丈夫ですよ。
もうあんまり時間がないとか思ってプレイしてたさ。まあまあまあ、あれだったらナルドでもいいと思う。やっぱりとりあえず心落ち着けないとダメだよね。はい、尻尾叩きつけ、精神安定剤がいるわ。鬼人化が精神安定剤になればもう一発鬼人化使う。鬼人化してもらっても、まあ、ちょっと見ましょうか。まあ別に時間制限もないんで。いける気がするやべえ、精神安定剤、精神安定剤。いきます、参る。いや、参る、行きます。うわっ、先生やめて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 。おう、セーフ。いや、強いって。無理だって、こいつら強いって。した方がいいと思います。絶対します。私の精神状態がちょっとあまりよろしくなくてですね。うーわー、そう、比較的これはいいですね。いきます。はい、ここから、うん、木行こうとしたけどもみたいな。よし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 よ。なんかちょっと君のハートに今までにない系統の顔してますよね、パズドラの。確かにそういう中で言うと間違いない。そうだ、ちょっとそうですよね。スキル何なのか気になりますね。なんだろうね。ウンジェ、ありがとうございます。いきます。耐えられる、ここは。うん、落ち込ん、あ、俺コンボ OK、はい、いいね、いいね、いいね。だんだん落ち着いてきた。だんだん落ち着いてきた。よーし、バトル3、鬼人斬りも。敵もドラゴンもバカなんですね。確かにね。何が出るんだろうな。ソニアとか出てくる。あー、出そう。ニューバトルだ。いきます、いきます。落ち込ん、頼む、落ち込ん、落ち込ん、よーし、まあ、一応待ちはね。あっと、助けて。大丈夫でしたね。うわ、お邪魔、もう一個あったらな。で、どこどうするかっすね。でもこれ優しいね。そうっすね、ありがたい。もうそうさ、お邪魔盾にしてもいいかもしれないですね。うん、お邪魔盾にします、うんうん、回復持ってあっちの右下の2個に着地するイメージでいいかもしれないですね。あー、なるほど、はい、確かに確かに。でも木も、あ、そうか、回復持って着地か。なんか多分水汲みつつこう着地できるかなと。そうだね、そうだね、はい、あ、見えた。いきます。水汲みつつじゃなくていきます、うん、参ります。
見えてませんでした。あー、あのお邪魔消しませんでしたね。あ、大丈夫、いつもごめんね。こいつやば、やばくないこいつ、何だ、割合っぽい減り方しましたね今。あ、なるほど、はい、分かんないけど先生来たら死ぬで私。いやこれちょっとあれですね。あ、まあでもシンデレラちゃんに中央を使える、ちょっと使える、シンデレラ使う、ね、ジッターン、まあ先生で死ぬかどうかですよね。やだ、あ、死にたくない。終わりだからそれ、それはもう終わりですよね。もう終わり、あのお邪魔2個は相当辛いですね。今後のパズルに相当影響しそうですね。それでと、あ、そうか、まあ、うまく2列目に持ってって、ナルが来るから消してもらう。やめましょう、そういうのやめましょう。ふん、シンデレラ使いたくない、使うか。でも、まあ、使ってゴブ狩りまで頑張りましょう。守護魔法光、あんま消えねえなこれ、あんま作られねえな。でも1コンボあるだけで十分いきます。ロック、うわー、いい回復、オーケー。いやー火力もいいっすね。結構強くない敵、これそれでと下ですよ。あ、下使っといてよかったです。てか闇ね、これそうか、こっちのドラゴンキラーめっちゃ刺さりますね。うん、覚醒し、あ、うん、ない。闇なしか、まあでも1-1なんで行きます。一応一番右ターゲットしてた方がいいと。ちょっとドガリやってくれ、何でもできる。あー惜しい、闇抜け、あ、抜けそうっすね、光が。おお、やったー、2個抜けたー。あ、いいですね、ちょうどやったー、ちょうど3つ。ただ次闇かで、先生もなさ、先生なんだ、次暗闇かな、暗闇かバインドかな。暗闇で来い、ナルガを弾く。暗闇かバインドっぽいですね。1コンボに、あ、いける、いけます。やったー、お邪魔から解放。なんだろうな、暗闇か回復か、あ、暗闇バインド、暗闇、それそれ闇属性っぽくないことやってきました、ね、うわ、これナルガでこれきつ。あ、まあでも行きやすい、そうですね、加算していいけど、6コンボ食わんとあかんのだよな。6コンボちょっと大変ですね、ちょっと大変だよね。でも、あ、いける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 、あ、いける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 、いきます、マイケルドン、マイケル、いける、いきます、いった、ごめん、ずれてた。あ、右ロックした方が良かった。やばい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 やめて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 。ちょっとターゲットを忘れましたね。これ今度真ん中ターゲットにした方が良さそうですね。で光絶対組めば多分真ん中抜けると思うんですけどね。光組みます。1,2,3,4。そうですね。まあここ。あー、いいっす、いいっす。基準切り。まあ、回復しててもいいかなと思いましたね、ここ。回復使いてえな。ただ、もうここで闇が終わるので、次から先制ダメージある可能性は全然ありますよ。うん。はい。1,2,3,4。よし。1,2,3,4,5。よし。いきます。
けない。闇をどう分割するかだよね。木を持とうと思ってるんですよ、右端の木。あーで縦に水汲んで一番下にお邪魔汲んで光持った方がいいかもしれないですね、右下。あーなるほどね。で水闇でしょ、はい、で水闇汲んだらもうその上にお邪魔汲むしかないですね。じゃないと闇が多分分割できないですよ。そこそうだよね、あそこはどう分割するかもね。あ、でもそれで言うと基準切り使ったんで闇分割しなくていいですね。水、お邪魔、闇、お邪魔、光で5個もなんで。おー、いきます。こうね。うん、てか分割した、分割した、できましたね、これ。やったー、回復したい、回復したい。倒すな、これ倒さないでほしいな。あ、いいっすね、いいっすね。回復できれば耐えれそうな気もしますけどね。ああ確かに、さっきと同じな。確かに攻撃だったら、まあ、決めに行くことには変わりはないんですけども。それでいうと回復だけでもいいな。まあ何が来るか分かんないから、だね。まあ全力だな、全力でいきます。中途半端にコンボする。あれ？いた。お、半分切ってたから行かれたんでしょうね。なるほど。まあ、残り2ターン貯めるかどうかですね、スキル。貯めない。はい。行きます。参ります。うん、よし、素晴らしい、ありがとうございます。てか強くない？何だドラゴン強化されてるんで、攻撃も HP も回復もステータスが上がってるんです。あ、自分だけじゃなくて敵もってこと？あ、もう自分も敵もです。いや敵は分かんないですけど。なるほど、まあ、そういうダンジョンは結構敵も強かったり。そうだ、はい、そうか、そうか。おお、花火っていうドラゴンキラーダンジョンですね。覚醒してないんだよ。1、2、3、4、5。あ、いける、いけた、いけた、いきます。はい、おお、うん、光ももう一個ひねりを入れれば7個もやってるかな。あ、全然いきますね、全然火力当たりますね。ちょっとここら辺からちょっとホッとする感じだね。もうでも7ですね。はい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 。あと2、設置する。僕の何？憎き、ちょっとのシリウス。こいつだけは許さない。まあ2ターンなんで、もうお好きに。でも全力でいくわ。なんか中途半端にパズルをこじらせると私あの崩れちゃう気がするんで、はい、ここは全力で、はい、叩き流してやるから、だから全力でいっても勝てるわけではない。いきます。いや、まあ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 、みんなの尻を1、2、3、4、5、6。あ、6コンボ開けた。6コンボは組めました。どういきますか。一番下の光からいきます。ああ、なるほど。これキーズ、あ、水キー、一番下で光とハート、闇と水、あで最後光とチャージ。僕のプラン聞いてほしいんですけど、はい、右の回復あるじゃないですか、右端の回復、あれ下で水組めるじゃないですか、でそのまま上行くとキーに組めるじゃないですか。まさか落としで。そうです、光の落としがあるんで、多分そっちの方が時間かかんないと思います、その右盤面は。確かに美しい。でそのまま下行って回復組んで引くんで、ハート持ってこういって
ってこういってでハート組んで、はい、あ下行って一番下に、ああなるほど、でくるんってことね、はい、なるほど、闇だけちょちょ天才じゃないですか、いきます、さすがっす、いきます、はいはいはい、それで終わりです、ナイスミックス、7コンボ、これは絶対倒したまん、これ結構いくっすね、え、これ上じゃないよ、下だよ、こいつだけはほんとサブに椿4体入れて倒したいっすね、はいはい、2だよね、2ですよね、整地する器用さがない、よし、ただから全部、まあこれそんな強くないっすよ、プロモデル、なるほど、進化前なんで多分通常攻撃しかないじゃないですか、おお、うん、でも全力でいこう、まあ死なないっていう、死なないって分かってる時の村さんこんな感じです、死なない、死なない時の死なないって分かってる時の、まあ、これでも結構意外と余裕ありますね、でもうん、まだ余裕はある。敵もそんなにめちゃくちゃやばいみたいな敵いないですか？標的マーク出てなかったね。うん、でもここで気抜いたら死ぬよね、きっとね。はい。まあ、ボス前。まあ、ボス前はさすがにちょっと違うやつ出てくるんですか？かもボスがめっちゃ強いからですね。やだ。ボスがめっちゃ強いとかやだ。いくぞ、あーしまった、皆さんに光は組んでほしいって言っとけばよかったです、しかも5コンボだ、先生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 あ、ちょ29万でしたね、あれ強敵マーク出てたじゃん、出てたってことですね、あ、出てた29万でしたね、いや光、いやここな、ちょっと気抜いちゃったな、完全に私のせいだ、ちょっと強すぎですね、でもにしても強すぎですね、一貫していいですか、しましょう、一貫します、実質ノーコンでいきましょう、ただ次負けたら終わりだ、そうか、これ3ターンか、自分の甘さですよ、自分の甘さ、じゃあこれ相当硬いですよ多分、じゃあ20何万ってことは攻撃を20何万にするには何倍もしなきゃいけないじゃないですか、それに応じて HP も何倍かされてるんで、もう倍、もう、あ、多分ちょっとコンボしてほしいですね、その6コンボしたら多分抜けないんじゃないかなって今ちょっと思いましたね、ふと、確かさすがに抜けないとね、うん千万とか、まあ、うん千万だったら普通に抜けるもんな、ちょっと今日、まあ、こっからっていう気持ちでちょっとやりましょう、やめてほしい、光を取れる、惜しい、引っかな、火がない、まあでも闇が多いからごめんなさい、鬼人化使います、ダメだ、集中力が乱れてる、ノータイム鬼人化、もう一回早く使えばよかった、え、なんで最後の指が遅い、あ、結果 OK、 これ倒せなかったらきついで、マジで、5000万ぐらいあります、え、鬼人化使った方がいいよね、これ8使います、5000万、5000万ないかな、今多分機
光の起源が500万ぐらい出てたんですよ。まあでもシンデレラとゴブリンはもう全然ですよ、倍率か。全然ですか。ドラゴンタイプついてないんで。じゃあ3000万ぐらいですか。基準化使います。あ、そう、焦ってるからダメなんだよな、その次の予定とか考えて。いきます。ダメだ、焦ってるわ。まあまあ、5コンボ光も入ってるんで。サーボス、これ何だ。バカ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 。ド。私が欲しいって言ったド。ド。ド。ハルミー。これってドとなんとかで姿違うんですか。わかんない。なんかあんまりこう違いがよくわかんなかったです。名前しか見てない。ああ、でもスキルはだいぶ違うよ。スキルはだいぶ違います。一旦、いやでもこれ耐えられないですよ。もう耐えられないですよ。なるほど、もう耐えられないですよ。なるほど。ナブが組みやすそうですね。使えと、まあ、このコンボ強化があるうちにスキルは使った方がいい。確かに。あ、フレンドのナブは何ですか。化粧、あらあらあら、取っといていいですか。次に、次にはいいと思います。この変身後に、はい、変身9だから。あー、これ9だったんだ、ね、尻尾続きつけボスだと思ってた。あ、待った、ゴブリンじゃね。いや、まだ早いです。確かに。一旦叩きつけていいと思いますけどね。ベジーン。まあこれシンデレラ使うとめっちゃ組みやすいんですけどね。いきます。そうですね、6コンボで7コンボで、なんでちょっとワンパンしたいですね。キラーガールだな。これ振動、振動バットですね。勝手に振動バット。闇は入れたいんですけど、正直自信があまりない。2コンボできる自信があんまりない。光、水、木、火で4コンボ。マジ？じゃあハート。光、水、ハート持って、水組んで、光組んで、木組んで、ハートと火。ハートと火。プリンプリン。で、闇。それがちょっと6コンボを組めないチキンを狙い。いきます。これが今の私の精神状況。精いっぱい。あっ、ダメだ、強い。僕狩り行きましょう。何これ、進化前なんで多分大丈夫ですか。鉄壁の構え。いやー、強すぎやな。キラーあったら抜いてましたね。なるほど。あ、これなー、いきます。あれ、やばい、嘘でしょ。あ、耐えれた。さあ、ただこっから皆さん7コンボ出さないと倍率は出ません。嘘でしょ。へへ、
マジか。キリン切り発動。こいつ6コンボ吸収だったらこれのどの進化系7コンボ吸収ぐらい来そうっすね。やばいな。いやー、こんなに満たされるとは。満たされすぎですよね、私。そうでもないですか。いや、焦ってます。いいんじゃないですか。うまい。よし、闇。2ターンに1回こいつ。2ターンに1回まだ耐えれると思いますね。まだ耐えれると思います。ただこの7個も計上したさらやり続けないといけないんで、村井さんの精神力も使えるだね。これ精神を積む戦いだな。これ上にある火2つは無視していいっすね。組めないんで。そうっすね。無視していいっすね。はい。ただどうしたもう一番下のあのあれかな、キスタートはちょっといい感じには見えてますよね。キスタートかな。それで言うと、うん、キースタートして右下の上に上がって一番上まで行って左に行くじゃないですか。そうすると組めない色だけ縦に並ぶんですよ。確かに火回復火って。だからそこはもう無視していいですね。だからあと水とかかき焼き、こういって水、木、闇とかですね。やるんです。1、2、3、4、1、2、で葉と木、水、闇で6本も足りねえ。最後片方端で回復する、ね、あ、光も組むってこと。そうか、1、2、3、4、5、5。足りたい。ジン、まあ、ジンあれだと思いますね。これコンボ吸収いつまで経っても終わんないですからね。確かに気が切れちゃった。祝祭昇竜じゃん。水やみ、何これ。左上だるいっすね。だるいよね。なるほど。うわー、これやりたくないな。これはやりたくないですよ、僕。7コンボか。これきつい。待ってね、待ってね、待ってね。もう8コンボはできる。一番左の下から2番目のドロップが超うざいですね。一番左の下から2番目うざい。え、てか全般的にこれきつい。 あのドロップがいなければうまいこと言った気がしますけど、ね、こうしてまあやります。
まあでも8コンボ抜け1400万。うわいったーしゃー限度が1400万でした。さあ何コンボ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 機種何コンボ機種何コンボ機種最高の恐怖をプレゼント。ええこれジン使っても意味なかったですね。ハートがない。ハートがねえのか。うわハートこれ作れないっすね。うわ水がこれあれだったら。いやまだまだゴブ狩り残ってるんで毒を消さないように。そうですね、うまいこと1コンボ2コンボしたいですね。これ取れば毒を消さないように。猛毒じゃなくてよかったな。よかったね。キー、これドなんですか。まあドですよね。こっち進化したからドです。あでも結構私消せると思います。まあ、まあ1個ぐらい消してもいいね。いきます。はい、あ、ここねーか。初めてですね。初めてかな。初めてかな。ちょっと僕の記憶にはないんですけど、もしかしたら今までに存在したスキルかもしれないですけど、毒を猛毒に変換しましたね、今。ね。あったっちゃあったんじゃないかな。フルとかあったかな。あでもそれとあるか。ハート1コンボでなんとか活路は見出せそうな気がするんですよ。あそうか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 。猛毒消さずにいきますか。じゃあ、うん、猛毒消さずに毒だけ、うん、毒を1個消すでしょ。で光消して、確かに。で端まで行って毒を1コンボで、はいはい、で絶対猛毒だけ消さないようにいきます。うん、活路ある気がする。いきまーす。はい、ほら、はい、で OK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 
しんどいな。鬼神斬りしんどいな。これもう猛毒も猛毒も消してもう相打ちみたいな、そういう結末見えるよねでそうするしかもうなくないですかこれ。落ち込んでこう回復を呼び寄せるしか。でも回復が1コンボあると結構回復するんですよ、はいはいはい、なので闇、火、向こうを走る光とハートでしょ。だから1コンボでも多くしたいです。まあいや猛毒消す、もう消しちゃいますか。猛毒も消しちゃう、そんな自殺じゃないそれ。いやここ受けれないですけど。なるほど。まあ半分まで切ったら何をか受けるか分かんないんで、まあ、それ頼みでもいいと思いますけど。それ頼みでいきます。参ります。ここからやみこない。いいよー。結構当たれたんじゃん。今一戦言ってた言ってた言ってた、500万言ってました。フレンドのなるかで500万言ってましたから1億。え、まあ、6000万は絶対ありますね。6000万くらい、下で6000万。あ、でも確かそうだよな。だって500フレンドの、うん、やばいなこいつやばいな。ちょっと、うん、ちょっとレベルがちょっと上がりましたね。上がった、一段上がった。ここまでです。いや、やっぱり今のところパズドラ始めて十数日、
まだ1個のダンジョンに1回以上コンティニューしてないんで、ここまでです。あとちょっとコンテスト見えないですね。見えないね。あとなんか3、4、5コンしそうだよね。しそうですね。いやせっかくドだけど、すごいびっくりした。でもリベンジしましょう。面白い。皆様最後までご視聴くださいまして誠にありがとうございました。いつの日かサブをバシッと揃えてリベンジしたいと思います、はい、応援してくださる方何卒、この動画高評価をよろしくお願いいたします。します。チャンネル登録もお待ちしております、はい、あとはしげしげが冒頭にいたしげしげがきっとパズドラ究極攻略 TV で攻略動画上げてると思いますので、そちらを概要欄にリンクから飛んでいただいてご覧くださいませ。あとミックスがこの後、広場を使ってマルチをする。はい、広場の人とちょっと僕も挑みたいんで誰かとやりたいと思います。ぜひそちらも楽しんでください。はい、動画上がりますよね。はい、上がります。広場チャンネルにそちら動画上がります、はい、楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。